ではでは、今日はスタジオに素敵なゲストをお迎えしてます。まあでも大忙しですよね。映画監督の山本達也監督です。どうもご無沙汰しております。こんばんは。いやどうも本当に僕がお会いしたのは今年の6月熊本での映画上映会に、ね、日帰りで行って、はい、で一応トークショーに参加させていただいて、はい、でその時にお会いして以来になります、ね、そうですね、はい。いやでも監督 の、 情報はもうリスナーさんからいっぱいもう集まってきますけど、はい、本当に全国、まあ、どこっていうことなく北海道から九州まで移動されてますよね、うん。まあ、でも実はちょっと今年な、うん、9月に親父が急に亡くなってですね。そうあんまりそういうのは公の、ね、あれに挙げてないんです、はい、だからちょっと大西さんの番組を僕ね8月9月、うん、10月ぐらいまでかな、はい、やっぱり急に親が亡くなるっていうのがね、はい、なんかだからザ・ナイトに限らず、はい、なんかちょっとこう調子狂っちゃって、うん、まあ、そうは言っても決まってるところはね全部お約束なのでと思って待ってたんですけど、はいはい、まあ、そういう意味じゃ今年は本当に後半戦はなんだろう、うん、うん、自分のなんか残り時間をちょっと考えたっていうかね、なんかそういう非常にこう自分にとって結構大きな時間、やっと最近ちょっと調子戻ってきて、はい、今日は結構いい絶好調なんですけどなんかやっぱりなかなかねえ、まあ、そうですよね、いろんなこと考えますよね。考えましたすごく、はい、まあ、とはいえいろんなイベントとか上映会は進行してるっていうことで、そうですね、まず今日はその12月3日4日はい、12月3日に東京で最後の、はい、今年最後ののさりの島の上映があるんですけれど、はい、まあ、それはそれでもちろんありがたいんですけれど、うん、こののさりの島のご覧いただいた皆さんが、はい、僕の昔の映画を引っ張り出してボクサー、ジムっていう本当に20年前のドキュメンタリーを、まあ、随分いろんなところで上映いただいたんですけれど、じゃあ今度は野さりの島の前の上果て商店っていう、それですよ、自殺の名所の岬にね一軒建ったお店の、まあ、主人が高橋恵子さんなんですけれど、はい、そうそう、そこを訪れた、まあ、自殺志願者は、うん、まあ、なぜかそのお店に寄って、うん、そうそう、お客が来ない店なのになぜかパンと牛乳売ってるんですね。でそのパンと牛乳を、まあ、最後の晩餐として、まあ、身を投げると。だけどその高橋恵子さんは決してその自殺者を止めずに、うん、翌朝その岬に行くとこう残された靴がこう、ね、置かれてる、それを回収してくるっていう、そういう役柄の映画なんですよ。これが僕の前の作品なんですけど、どれぐらい前の？これね2011年ぐらいですか、ずいぶん前です。10年ぐらい前なんですか。そうです。でこれ、島根県の隠岐で撮ったので、はい、天草もまあ島だということで、まあ、島つながりだなっていうんで、じゃあ島を舞台にした映画を、うん、じゃあ今度引っ張り出してやろうと、うん、東京の野沢さんたちが、はいはいはい、そしたら高橋恵子さんが、私それ行くって上映に行きますって急に、10月4日はそうそう恵子さん来てくださるんですよ、だから僕もちょっとお会いするの楽しみにしますね。ぜひぜひ大西さんもなのでせっかくの機会なんでちょっと、はい、まあ、行ってみれば野さりの島の今年の締めとして、そうですね、まあ、高橋さんにもね来ていただいてということで、そうなんです。ちなみに現在それ募集中ですか、まだ。はい、メールが、メール応募が OK みたいで、はあ、すごいですね、野さり季節友の会ってこれ藤原季節さんの会なんでしょうけど、あ、なるほど、野さりですね、アルファベットで小文字で nosari.season ですね、季節ですから、season@gmail.com で、今絶賛受付中のようです。まだ大丈夫ですね。じゃあ全然大丈夫だと思いますね、はい、いや高橋恵子さんいらっしゃるから結構もうね、ファンの方とか映画好きの方だったら、いやいや直接なんかそういったイベントがねもしあるんだなと思って、恵子さんもだからこうやって野さりを全国で上映して歩いてるっていうのは、応援してくださってるんで、そしたら今度ご自身の主演作っていうのをファンの皆さんがやろうっておっしゃってくださって、それがやっぱすごく嬉しかったみたいで、あ、なるほどね、うん、で当初1回上映予定だったんですけど、はい、もう恵子さんがせっかくだからもう午前午後2回にしましょうって言って2回とも挨拶するわっておっしゃってくださって、
まあ、2回になったと、まあ、リスナーさんも結構ね、あの今週その話したらいっぱいつぶやきがあったんですけど、やっぱり最初高橋圭吾さんをあのテレビで見たのは太陽にほえろだったとか、あ、はいはい、そうですね、昔はね、そうですね、僕の中では長屋の梅酒なんですよ、うん、あ、そうですか、高橋圭吾さんがもうずっと僕がテレビちょこちょこよく見てた時には高橋圭吾さんが長屋の梅酒だったんですよ。あ、もうその時代が長かったと思うんですけど、ああの長屋の梅酒のポスターかなんか持ってらっしゃいませんか。さすがに持ってないんですけどテレビコマーシャルだけだったんで。そうです、そうなんですよ。なのでね、せっかくなので皆さんと、そうですね、あの歓談していただいて、まあ、あのいろいろサインもいただいたりとか、うん、あ、場所はどちらでしたっけ、うん、あの京都芸術大学の外苑キャンパスっていうのが、はい、外苑にあるんですよね、うん、どこでしたっけ、あそこの何町でしたっけ、信濃町だっけ、そうそう、信濃町からね、南にちょっと下ったところにあるんですよ、はい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 、なんかね、地図僕見て、あ、ここなんだと思って、すごいそこに綺麗なキャンパスがあって、その中の教室が1個、うん、その日空いてたので、はい、まあ、そこに映写機を持ち込んで、持ち込んで、はい、頑張ります。なるほどね、はい、あ、ちょっとお便りもね、あのいただいてるので、まずはラジオネームサボテンさんが初ツイートでつぶやいてくれてて、はい、今日は監督出演なんで、はい、楽しみにしてますということだったと、はい、あと、のさりの島山本監督へっていうのは、これはあのラジオネームうなぎさんですけど、はい、今日のゲストのさりの島山本監督、監督10月29日土曜日開催ののさりの島静岡上映会ではお世話になりました、はい、お世話になりましたと、山本監督の地元の静岡っていうこともあって満員御礼で、そんなご多忙の中いろんなお話にパンフにサインまでもらったりで本当ありがとうございました。で今週末はのさりの島ロケ地ツアー、あ、ロケ地ツアー今週末、明日熊本に夜飛行機で飛んで、うわ、土日とロケ地ツアー、また忙しいですね。いやーねー、これも、最初はあのコロナだったので、はいはい、オンラインでね、ロケ地ツアーをやろうって話だったんですけれど、まあ、コロナもちょっと落ち着いてきて、うん、まあ、せっかくだから対面でって話になって、なるほど、そこで僕がじゃあバスガイドを僕がやりまして口を滑らしちゃったもんですから、山本監督と行くツアーという感じで、まさにでも30名定員のところで29名もういっぱいじゃないですか、応募があって、だからいや、なんか申し訳ないやれ、なんか悪ノリに、なので昨日一昨日かな、一生懸命京都であの旅の冊子を作りました。なんか修学旅行みたいな感じで、でもあのもうこの世に29部しかない、ああなるほどね、限定のね、なので僕のあまり人に見せないんですけれど、うんうん、台本のね、ロケを回る場所のページにいろいろやっぱ撮影した時にこういろいろ書き込みがあるんですよ、記入してますよね、それをこう30ページくらいかな、抜いて、だからロケ地を巡りながら、そうするとね、台本に書いてあることでも映画には違ってるみたいなことあるじゃないですか、ありますね、そういうのを見ながら、なんかその時にまあどんなこと考えてたのかなっていうのを振り返ったりとか、あとこれ貴重なものになりますね、これはね、はい、それとのさりの島年表も作りました。2014年に着想してから、はい、こののさりの島ツアーまで、うんうんうん、いつどこで何があった、あの大西さんと出会ったとか、はい、番組に出演したっていうのも含めて全部年表を作ったら7ページぐらいになっちゃって、すごいですね、はい、あの読みどころ満載の冊子を何をやってるんだろうって、いやいやいや、はい、でもこれはもうあの野皿にはたまらないですね、はい、あのそのぐらいしないと申し訳ないなと思いまして、ええ、あ、それから札幌のチャカチャカさん、はい、今夜は山本監督とこの後エリカさんが登場ですよね、で大西さんも、ゲストがお二人ということで大変かと思いますが楽しみにしてます。いや全然もう大変どころかね、僕はもうさっきからね、もうあの番組始まる前からもうワクワクしましたよ。で山本監督、こんばんはということ で、はい、先月札幌、カフェエストラーダで上映会からは早1ヶ月もう経ちます、はい、で小規模ながらもおかげさまで満席となり、来ていただいた方々にもとてもいい映画だったと言っていただけたりで、楽しかったです。で上映終了後数名で懇親会を行ったんですけど、監督がお刺身の盛り合わせを食べられながら、あ、美味しいお酒を楽しまれていたのがとっても印象的でした。写真送ってくれてるんですけど、はい、なんか盛り上がってますね。あのね、はい、チャカチャカさんが一番楽しそうだった。ああで今日監督さんも、ね、ナイト T シャツまですみません着ていただいて、私着てないのですみません、ありがとうございます。やっぱりでもそうやって、はい、このリスナーさんたちが上映会主催するって大変なんですよ。いやそりゃそうでしょう。それを、主催してくださって、はい、
でなんか煩雑なね、いろいろ申し訳ないなって思いながらでも本当に茶笠さんがもう最後嬉しそうに、うん、あの挨拶されて、うん、それがなんかやっぱりあの嬉しいですね。いや僕もほらあの熊本に6月お邪魔した時にやっぱりあれもね、映画見て好きになった方がね、主催でやってくださったので、あんだけ盛り上がるんですもんね、やっぱり。でやっぱりあの、ご覧になった方が皆さん帰りがけに、はい、やっぱり映画の感想とか、なんかすごくありがとうとかね、はいはいはい、本当先週はね瀬戸市で上映だったんですけど、これもやっぱり200数十人入られて、はい、みんな本当に帰りがけに、うん、主催のその瀬戸市のね職員さんたちに声をかけたりとか、うん、やっぱりそういうのを聞いていると、うん、何か上映した回があったなっていうふうにやっぱ思っていただけるのか、うん、そのなんか主催者の人たちがね嬉しそうっていうのがね一番実はホッとすると言いますか、ね、まあそうですよね、うん。それからラジオネーム、のさりの、季節友の会っていうね、はいはい、もう分かりやすいラジオネームですけどね、東京にて山本達也監督の特集上映会を企画しております、通称のさ会の、メンバーです。で今日は山本監督がゲスト出演ということで一度正座して聞いてます。いや楽でしていただいていいんですけど、で山本監督先月は札幌、そして今週末は天草で、来週末は再び東京と上映会で全国を飛び回り、大変お忙しい と思いますが、お体に気をつけてお大事に、当日どうぞよろしくお願いしますということで、はい、でリスナーの皆様も都合が良ければ上映会に遊びにいらしてくださいということなんで、もう一回ちょっとあの12月の3日4日、はい、紹介いただけますか。そうですね、12月、ね、3日が上、はい、あの野さりの島だ島ですよ、ね、の上映が午後13時から、はい、で4日の日曜日ですね、はい、まあ、9時45分開場ですけれど、うん、まあ、10時確か15分ぐらいだったかな、神当商店の午前中の上映、はい、で午後は13時半開場で、うん、確か13時45分ぐらいだったですかね、開演で、これあの高橋慶子さんと監督のトークショーとかっていうのも、はい、そうです。これは前後どっちかで、午前中の回は上映後、上映後で午後の回は上映前と、前で。だから案外ね、午前中の回はお得。あ、なるほど。慶子さん上映後でそのまま多分会場に残って、皆さんと多分歓談されたり、あ、なるほど。パンフレットなんかにこうサインしてくださったりとか、結構ここは少し歓談タイムになるんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、はい。でこれはじゃ あの行きたいっていう方は どうしたらよかったですか。はい、あのメールアドレスがのさり.シーズン、アルファベットでね、そうですね、ですね、はい、小文字でのさり.シーズン、シーズン、季節のシーズンですね、はい、アットマーク gmail.com で、はい、絶賛受付中とのことです、はい、ということで、はい、もういよいよ来週ですからね、はい、ぜひお時間のある方は、まあ、私もさっき言ったように12月4日お邪魔しますんで、また、ね、会場でお会いできたらと思いますし、はい、でまたね、あの僕見たことのない映画なので、こっちの方はね、これ手強いです。え、あの野さりの島も案外セリフ少ないですけど、うんうん、神当商店は野さりの島のさらに5分の1ぐらいしかセリフがないかもしれない。ということはあのそれこそ表情を見たり雰囲気をこう感じ取るっていうことですか。いや、お前脳じゃないんだからって怒られたぐらいセリフ少ない。でもね、沢木耕太郎さん僕大好きなんですけど、はい、沢木さんが朝日新聞の映画評でものすごく大きく取り上げてくださって、もう家宝のように撮ってありますけど、はい、あのなかなか手強い映画ですけどはい、だけどそれが十数年ぶりにまたこうやってね復活上映っていうことですからね。これちょっとやっぱ悔しいのは、うん、いわゆる配信で出しちゃってるんですね。あ、すでに。そうだから僕のさりは配信やめようかなってえ、もうレンタルもやめようかな。いや、いつか監督前お会いした時に、これは、まあ、まだ上映してるけどいつかは配信かなっていうような、あとビデオ発売、あの DVD 発売かなっていうのを、うん、手元に大事に撮っておきたいっていう方だけに、例えばブルーレイをね、はい、あ、なるほど、あの一定数作って、うん、あとなんかいつでもこうピッてやれば見れるみたいなよりは、はいはいはい、うん、またなんか映画見たいなって言ったら上映会よみたいな方がなんか映画かなっていう、そういう手法もありかなって、なんかちょっとそんな気がしてきてんですね。いや確かにね、あの会場であえてみんなで見て感じるものってやっぱり一人でそのね部屋で見るのとはまた違うんだろうなと思いますしね。なんか出し惜しみするつもりはないんですけど、なんかあの上映方法としてね、いつでもこう垂れ流されてるみたいなのがね、ちょっと
神谷手商店に関してはちょっと作品かわいそうだなって感じが最近しちゃいましてね。最近のパターンでは劇場公開が終われば作品がね発売されるみたいなところがありますもんね。なのでまあまあ配信されてる映画ですけど、今回は恵子さんと私であの映画にまつわる話をかなりたっぷりお届けできればと思ってます。だけどあのもちろん監督大学での授業もあるわけですよね。もう今日も朝5時起きて新幹線の中ずっと仕事してきましたから、でその合間に週末とかを使ってそれ全国をこうやって上映会、はい、これはあの僕のお休み、あ大学のお休みが上映会で、は通常は、まあ月火水木金は、まあ勤務勤務ということで、はい、まあということ で監督あのっていうことかもしれないですけど、はい、あのなんかこれから先に映画撮ろうとかなんかそういう気は今のところどうなんですか。あもうすぐあるんですけれど、あのいろんな人に迷惑かけることになるんで、あのだって映画撮って、例えばお金かけてね、はい、いろんな方に協力いただいても、今のやっぱり映画の仕組みだと、お返しできないです。なかなか大変だと、だからあのそんなこと言ってるうちに自分の時間がなくなってしまうの で、 そうでしょう、ね、と思うんですけど、これがやっぱり悩ましいですね。なるほどね、まあ、でもあのとりあえずはこの野さりがいつまで続くかあれですけどね、上映会が、ね、この来年以降もだってもともと最初の公開がもう去年、はい、5月1日ですからもう1年半、ね、はい、あっという間ですよね。そうだ大西さん、はい、僕ね、はい、次回作って言ったら、ドラマの次回作は決めていて、主演高橋恵子さん、だからもう恵子さんとはそれをやりたいですねって話をしていて、恵子さんね、あの北海道の熊牛原野番外地一番地ってところで生まれてるんですよ、はあ、だからその熊牛原野番外地一番地でラスト撮りたい、だから骨子は決まってる。あ、決まってる。ちなみにもうロケは入る？いえいえ、まだこれからまず行ったこともないし、熊足だから熊足行かなきゃなっていうのと脚本を書いて、はい、まあ、まず仕組み作りから始めるのは、まだ何年もかかるでしょうね。あ、はい、だけどもうそういう話がもう出来上がってきてる。これはあの、もう野さりを撮ってる時にあこれやりたいって思った題材があって、ね、はい、あの私は誰あなたは誰って話をやる、はい、じゃあ、あと最後に西澤さんにメッセージを。あ、はい、今日はあの無理言って出演させていただきました理由としましては、本当に今年1年間皆さんありがとうございました。どこに行っても本当にザ・ナイトのリスナーさんにお会いするということで、このリスナーさんたちの皆さんで野さりの島を本当に広げていただいたという感謝の気持ちも込めて、今日は皆さんに直接ご挨拶をと思いましてここに来させていただきました。ありがとうございました。来年もぜひまたよろしくお願いします。はい、まあ、とりあえず僕はあの来週ね、また、はい、来週再来週ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、ということで今夜のこの時間のゲスト、あのね、他にもいっぱいツイートもメールもごめんなさい、いっぱい来たのに僕がこのコーナー始まる前にプリントアウトしたものしかご紹介できなかったんですいません、はい、ご了承ください。であのなんか、この監督さんもうすぐ帰られるの？いえ、あのチャカチャカさんから、あの次のゲストちゃんと待っている、はい、あのエリカさんをお待ちするようにと指示が入ってますので、まもなくあの、はい、このスタジオのあるフロアにやってくるかと思われますけど、エリカさんにこの間の天草のライブのお礼も言わないで、あ、そうなんですね、それで今日は、はい、解散します。今日はありがとうございました。ありがとうございました。山本達也監督でした。おにしい。ザナイ